エリザベート・ギグーエリザベート・ギグーは、フランスの政治家。フランス社会党所属。普通領モロッコのマラケシュ出身。リセ・ビクトル・ユーゴ、リセ・デカルトなどを経て、モンペリエ大学文学部卒業。モンペリエ第三大学文学修士、エクスマル・セイユ大学経済学、社会科学修士。続いて、エクスアン・プロバンス政治学院を経て、フランス国立行政学院を卒業。 1982年、ジャック・ドロールの事務所勤務を経て、フランソワ・ミッテラン時代に、大統領府事務局長を務めたユベール・ベドリーヌの下で働く。1986年第一次コアビタシオン期には、欧州経済問題閣僚会議事務局長に任命された。1990年欧州問題担当省に就任する。1994年には、 欧州議会議員に当選する。1997年ボクリュ竜図県から会員国民議会議員に選出される。選挙後、成立したリオネル・ジョスパン内閣で法省として入閣し、2000年には社会省に就任する。アビニョン市長に当選するが、かえって地盤の侵食を招き、2002年の国民議会選挙では、パリ党構成ヌサンドに県から立候補した。 2005年欧州憲法批准をめぐっては、批准賛成の立場を取った。2008年よりの和味イコールイコールセック氏、副市長。夫のジャンルイギグーは、ミシェル・ロカール元首相の顧問で、経済学者である。ギグー夫妻には二人の子供がいる。ありがとうございます。